皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。ブラックスター ID コア V3 のご紹介動画2本目ということで、1本目の動画ではパソコンとか使わずにこのパネルの操作だけをして、いろんなプリセット楽しんだりとか音作りを楽しんだりとかしていきましたけれども、2本目のこの動画ではパソコンの専用ソフトアーキテクトというものを接続してこんな感じで音作りできるんだよみたいなところを、ご覧いただければなと思います。とりあえず今画面に出てきているのがこれがまあそのアーキテクト本体なんですけれども、まあある程度ギターアンプとか分かってる方が見ればね、あ、なるほどなっていう感じのインターフェースかと思います。ここでこの基本的な、モデルを選んで、歪み、音量で、本体の方にはなかった、低音、中音、高音のイコライジング、この ISF はね、本体の方にもありましたね。で、レゾナンスはまあ超低音って思っていただければまあ差し支えないです。で、プレゼンスも超高音って思っていただければ差し支えないです。この辺のパラメータが増えることによってより細かい音作りをすることができます。で、こっちのそのね、エフェクトの方も、まあ、チューナーが新たに追加されているのと、あとノイズゲートが細かく設定できる。それプラスモジュレーションとかディレイとかに関してパラメータが1個増えることによってもうちょっと細かい音作りができる。プラス、このキャブリグ。まあシミュレーターですよね。このキャビネットのシミュレーターとかね、まあ、そういったことをいろいろ操作することができるというのが、まあ、アーキテクトの、まあ、利点というか役割という感じでございます。それちょっと鳴らしてみましょうか。まずはクリーンにして、ゲイン真ん中、ボリューム真ん中で、ベースもミドルもトレブルも ISF も真ん中にして、まあ、こうすると普通のクリーントーンです。で、本体の方ではミドルがいじれなかったんですけども、もうちょっとミッド欲しいなと思ったら、いじることができると。レゾナンス上げればもうちょっとモワッとするし、こんな感じです。まあ、基本の音色に関して、まあ、細かい作りができるって感じですね。で、チューナーは、まあ、これはまあ、言わずの方でございます。普通にこのオンにすると、チューニングをすることができます。で、音はミュートされるという感じです。で、ノイズゲート。これはまあ、オンにするとね、ノイズが消えるってやつなんですけども、ちょっとやってみましょうか。歪みをガーッと強くすると、まあ、やっぱりこうね、サーっていうノイズがどうしても入ってしまいます。原因を上げると、これですね。こういったものをノイズゲートをオンにすると、消すことができると。ちょっとセンシティブと上げたりとかすれば強いノイズも、除去することができるというような感じです。もしこれがないとこんな感じでサーって音が入ってしまうというような、内容でございます。で、フェイザーとかもちょっと行ってみましょうか。フェイザーアンプ本体の方だと、まあ軽くねこのつまみでいじることはできるんだけども、細かい設定ができなくて、例えばミックスこれを上げればめちゃめちゃこの強くうねりが出てくると。で、デプスに関しては深さですね。これをガーッと開くとめちゃめちゃ深くいく。で、スピードはもうその名前の通り速さです。これを上げればワワワワワと、こんな感じです。なので、デプスをちょっと深めにして、スピードを細めにして、ミックスは真ん中ぐらいにして、そうするとちょっとコーラスっぽい、使い方をすることができると。で、こっちのアンプ本体の場合はね、つまみを回すことでしかその選べなかったんですけども、プルダウンメニューでね、それぞれフェイザー、コーラスフランジャー、エンベロープ、トレポローっていうものを選ぶことができると。エンベロープいってみましょうか。まあ、音はですね、センスを上げることで、このピッキングのニュアンスに対して、どんな感じで反応するかを変えることができると。まあこんな感じです。ちょっとコーラスとかにしておきましょうか。おお。お、いいですね。リッチな感じ。ちょっとデプスが深いので、なんか不協和音っぽく聞こえちゃうんで、ちょっと浅くしましょう。で、スピードもちょっと速いんで、うっすら。この毛布だな。これが上げると結構。上げすぎると音痴っぽくなっちゃうんで、いいですね、いいですね。その次ディレイの方見てみましょうか。ディレイアナログで、
おや？こうだ。この追いかけてくるところですね。を調整すると。もうちょっとこんな感じ。いいですね、いいですね。うん、いいでしょ、いいでしょ。もうちょっとレベルを抑えておこうかな。こんな感じで。で、次はリバーブ。リバーブはプレートでいきましょう。こんな感じ。 OK。 でこれら組み合わせて、こんな感じで、細かく音作りをすることができるという感じです。まあ、ある程度そのコンパクトエフェクターとかね、ギターアンプとかの使い方が分かっている方からしてみたらね、見れば分かると思うんですけど、まあこんな感じです。で、このアーキテクトの面白いところのまた一つとしては、このキャブリグという、スピーカーじゃないや、キャビネットの、シミュレートでございます。この絵を見ていただければ分かると思うんだけども、このキャビネット、スピーカーの部分ですね、これをいろいろ変更することでいろんな音色を楽しむことができるという感じなんですよ。順番行ってみましょうか。まず一番ちっちゃいコンボアンプ。コンボキャビネットか。で、これを大きめにすると。ちょっと迫力が出てきましたね。オーバーサイズ。おう。ちょっとこの低音がガーッとくることでなんかの迫力が出てきたような感じがしますね。こんな感じでこうね、いろんな音を鳴らして、まあ、その自分の好みの音色を見つけることができると、まあ、この辺に関してはそのどのアンプがどういう音をするか、どのアンプがどういう音をするのかを考えるよりかはとりあえずもう鳴らしてみて、なんか好きな音色を探していくっていうのが一番いいのかなと思います。実際こういうねでっかいアンプとかをねその入れたりかね付け替えたりとかさ、その出したりね、あのステッティングしたりとかするのすごいめんどくさいじゃないですか。なんでそういう時はねその一発でバシッて決めたいからさ、すごい考えるけれども、もうほんとソフトの場合はねクリックすればすぐにもう切り替えができるので、もうこれはねもういろいろと考えずにとりあえずまあ鳴らしてみて、しっくりくるものを探すって感じのが一番いいのかなっていう感じがします。でもう一個、この下にあるこのリボンってやつなんですけども、これマイクの種類です。ダイナミックマイク、コンデンサマイクっていう種類があるように、リボンマイクっていうのがあるんですけども、ちょっと僕リボンマイクは持ってないんですが、そのマイクを何に使うかっていうのも選ぶことができると思う、できるやつです。ダイナミックマイクはやっぱりこのレンジが狭いという言い方をするんですけども、ちょっとガッツがある感じに聞こえます。ちょっと歪ませましょうか。クランチで。ていっ。こんな感じ。コンデンサにすると、レンジが広くなるっていうんですけども、コンデンサにするとちょっと高音も低音もねなんか広く聞こえます。こんな感じで、リボンマイクはもうちょっとこれレトロな感じかな。こんな感じです。
で、このそれぞれのマイクをチョイスしたならば、このボタンでこうね、オンとオフと言い方するんだけども、このマイクの向きに注目してもらっていいですか。マイクがスピーカーのコーンに向かってまっすぐ行くのか、それともちょっとこうね、ずらして感じで、行くのか。まあ、これによってその音色が変わるんですよ。やっぱこう直接的な音がしますね。こっちの方が直接的な感じか。こっちだとちょっとぼやけるというか、ちょっと周りのエアー感が含まれているような感じがしますね。まあ、こんな感じで好きな方をまあチョイスするという感じです。で、軽くイコライジングもできるので、ローが足んないなと思ったらちょっと足せばいいし、ちょっとキンキンするなと思ったらハイを削るみたいな、そんなこともできます。こんな感じです。で、この音色を作り終わったならば、このアーキテクトでできるまた面白いこととしては、この保存することができるわけですね。それぞれこの音色いいなってものを作り終わったならば、このね、フロッピーディスクみたいなこのバッグから、セブパチ2ドライブとか、デバイスか、をすれば、こっちの方に保存することもできるし、アーキテクトの方で保存して、まあ、いつでも呼び出すことができるし、あとはね、面白いところとしては、このパッチを共有することもできるので、そのコミュニティの方にですね、この流すと、この地球マークをクリックすると、そのコミュニティの方にアクセスをするんですけれども、ここでそのログインをしてもらって、自分が作ったパッチを公開することで、他の人にダウンロードしてもらったりとか、また逆に他の人が作ったものをダウンロードして使うみたいなことが、できるような感じです。ちょっとログインが必要なんですけども、このログインは、無料でアカウントが登録できるので、ちょっと興味があればそののもやってみてください。そんな感じが、まあ、基本的なアーキテクトの使い方という感じです。なんとなく面白そうな感じがしませんでしょうか。まあ、こういうのをね、使ってね、駆使していけば中級者の方も上級者の方も結構、楽しく音を作ることができると思いますので、なんかこんなのね、あるんだな、みたいな感じで覚えていただけたら幸いでございます。そんな感じでございます。あとはちょっとこの、ブラックスター、ID Core V3 の、ちょっとまあテクニカル的なところで言ってしまうんですけれども、一応このミニ USB で接続をすることで、オーディオインターフェースの代わりとして使うこともできるんですが、若干ね、Windows ユーザーの方はね、要注意という感じです。ブラックスターの方で多分ね、今ね、公式の方でドライバー用意してないから、アジオっていうものを用意しなければいけなくて、ある程度ね、その DAW ソフトとか使ったことがある方からすればね、普通に皆さん知ってると思うんですけども、初めてこのアンプを買います、DAW ソフトはま詳しくありませんっていう方が、ちょっとこのオーディオインターフェース、ブラックスターの ID、Core V3 をオーディオインターフェースとして使おうとするとちょっと癖があると思うので気をつけてくださいませ。一応口頭で説明すると Azio for All っていう、無料のソフトです。そういうのがあるのでそれを引っ張ってきて、オーディオインターフェースの方にそれを認識させて、この ID Core V3 とパソコンをつなぐっていう、作業が必要になります。Windows 標準のドライバーでもできなくはないんだけども、まあ大体音が割れたりとか遅延がすごかったりとかしてうまく動かないことがほぼほぼなので味を入れることが大前提になってくるかなと思います。ちょっとややこしいかもしれませんがそこは頑張って乗り越えてみてください。Mac ユーザーの方はそのままで大丈夫です。そんな感じです。で、あとは、たまたまかもしれないんだけども、今、現時点、この撮影をしているのは2021年の10月19日なんですけれども、若干ブラックスターの公式ページの日本語ページがなくなっちゃってるみたいで、海外のサイトとかね、苦手な方は少し気をつけて、アクセスしていただけたらなという感じです。それぞれその、ソフトをダウンロードするためにその無料のアカウントを作らなきゃいけないっぽくてですね、ちょっとこの英語のなんかサイトにこの登録をするのは抵抗があるとか、なんか E メールとかわからないとか、なんかその英語のソフト使い方わからないっていう方はちょっと気合い入れて臨むところが必要かもしれませんので、まあその辺はですね、おいおい、ブラックスター日本語の方のねサポートが始まるかもしれないので、そういう時はですね、下の概要欄の方に追記をしておきます。そんな感じでございます。で、あとはそうだな、ちょっとまた最後に気をつけたいところとしては、結構この、ね、ユニットの、そのノイズがね、ちょっと強めなので、オーディオインターフェースに繋がなくても、そのシールド繋いでなくても、イヤホンを挿すだけで、ね、そこそこのホワイトノイズが出ちゃってるんですよね。なので、その、DAW ソフトと連携させて、オーディオインターフェースとしてがっつり使いたい。これでミックスとか何でもやっていくぜ、うわーっていう方は、ちょっと気をつけた方がいいかなという感じがします。普通にアーキテクトを使って、まあギターの音を楽しんだりとか、なんか録音したりとかで楽しむ分にはいいんですけども、モニタリングするとき、
レコーディングがバッチリです。ただ、モニタリングをするときに、ちょっとこのユニットの方からね、サーっていう音が入ってしまうので、そこだけちょっとね、留意いただけたら嬉しいなという感じでございます。そんな感じです。以上とさせていただきたく存じますが、いかがだったでしょうか。まあ、最初にお伝えした通りね、おもちゃとしてはなかなか面白いものと思いますよ。本当に1万円ちょっとでね、こういうのがね、手に入るんですから、もうすごいいい時代だなという感じでございます。音色もすごくいいですし、練習用アンプとして、なんかこの音を作り込む練習素材として、そしてこう若干録音したりとかするような機材として、活躍するかと思いますので、よかったらご検討いただけたら幸いでございます。楽器屋さんで見かけたらぜひ試してみてくださいませ。それでは今日はじゃあそんな感じで終わりにさせていただきましょうか。最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。